こんにちは、ニコラス・ペタスです。よろしくお願いします。今日はリーバークロスフィットハートアンドビューティーの方から、動画撮ってます。皆さんの質問はありがとうございました。そうですね、50歳の男性からですね、どうやってモチベーションと維持をしているのでしょうかっていう質問が一つありましたけど、モチベーションは、フィットネスに対してですね、やらなきゃいけないっていうよりも好きで何かをやってればいいんじゃないかなと俺は思ってます。一つの習慣としてはやっぱりフィットネスは、やった方がいいかなと俺は思います。好きじゃない時もやりましたし、好きな時もやりましたし、今はクロスフィットっていうものを目覚めてますけど、まあ決してずっとこうクロスフィットやってきたっていうわけでもないんですよね。格闘技の人生を送っている時は、フィットネスとしてはやってたっていうよりも戦うためのフィットネスだったんで、まあそれはそれでですね、人工の股関節を入れ直してから、だいぶやっぱりフィットネスに対しての考え方が変わったりしましたね。最近ですね、講談社の方からね、100歳まで動ける体を作る、っていう本を出しましたんですけど、その本を出したっていうのは、なかなかその何ですかね、長く細くっていう感じで運動には、付き合ってきた方がいいんじゃないかなと思います。バンドはまず最初は使う必要ないんですけど、しゃがんで立ち上がることが、まあ、スクワットって言われてますけど、スクワットっていうのが最も大事な動きなんですね。一日の中ではどのぐらいそのしゃがんで立ち上がってるかって計算してみると、やっぱり人生の中では最も、まあ、使う動きですね。スクワットのやり方なんですけど、肩幅ぐらいには足を広げて、しっかりと膝を広げながら胸を張った状態で膝より深くまでしゃがんでいただきたいんですね。なんでもう一回見せますね。膝を広げながら胸を張った状態で膝よりは深くまでしゃがんでいただきたいんですね。これがですね、1日25回から50回をやるのがいいんでしょうか。いいんじゃないですかね。もう一個はですね、そのしゃがんで立ち上がる動きよりも物を持ち上げる時ですね。でここではね、バンドを使いたいですね。なんでゴムのバンドの上に立っていただければ、そこで背中をまっすぐにして胸を張った状態からこうやってお尻を後ろに突き出した状態でこう立ち上がると、まあデッドリフトっていう動きにはなります。これも1日25回から50回からやればいいんじゃないか。もう一個の動きなんですけど、プランクホールドですね。プランクホールドはお皆さんにはおすすめしますね。プランクホールドが大体みんな間違ってるやり方をやるんですけど、腕をスイングスみたいな感じにまっすぐにして、で肩甲骨が潰れるのではなくて、しっかりとインゲージした状態でプランクのホールドしたいですね。なんでこういう状態ですね。そして体がこうやってぶら下がらないようにしっかりとまっすぐにしてほしいですね。で、ここでキープしてもらいまごめんなさい、キープしてもらいたいですね。これは1日合計3分ぐらいやればいいんじゃないかなと思います。皆さん、いかがでしょうか。家でできるような動きを、おすすめしましたね。もし、縄跳びがあるのであれば、ぜひ1日、縄跳びを500回ぐらいから1000回ぐらいが跳べばいいのかなと思います。例えばフルコースとしたら縄跳びを先にやっていただければ、その後にスクワットを、まあ、何セットかに分けて50回はやればいいべきですね。で最終的にはこのプランクホールドですね。もうちょっといろいろとやりたいのであれば、ゴムバンドがなければ、デッドリフトができないかもしれないんですけど、腕立てとか、逆立ちのキープとかいろいろあるんですけど、好きなことをやってるだけだとなかなか強くなれないとか、なかなかは成長はしないんですけど、ちょっとでも嫌なことをやりながら真面目にちゃんと取り入れていただければ、結果が出るんではないかなと思いますので、皆さんぜひぜひ、もし機会があればクロスフィットでもよろしくお願いします。 So 友達、最終的にはですね、このナノ X の、宣伝の話をさせていただきたいんですけど、They're really comfortable、まあ、とても気持ちいいです。アンクルのサポートと、裏の面がすごく良くて、クロスフィットしやすいですね。皆さんも、こういうのをもしよかったら試して履いてみて、スクワットとかいろいろとデッドリフトができますんで、ぜひぜひ、Reebok 10 NanoSuper duper cool shoe. よろしくお願いします。では、The Tokyo Show with your host Nicholas Pettis.
ありがとうございました。じゃあねー。